スがヘビーストライカーか。すげえパワーだ。バズーカがウェハースのように軽いぜ。油断しているとあんたがウェハースのように砕け散るよ。現在ガーガンとはエリア22をゆっくりと北上しています。このエリアの防衛優先レベルは低いだ。うわあ、冷却中。
ーサルニュースネットワークです。本日未明、アリゾナ州の郊外にて大規模な戦闘作戦が実施されました。本作戦によってアグレッサーの超大型兵器ガーガントが殲滅されたとのことです。ガーガントによって B32、34、35、42の4つのエリアで甚大な被害が出ており、これまでに2000人以上の死者、重軽傷者と300人以上の行方不明者が報告されていました。 EDF レスキューは現在も負傷者の救助を継続しています。 UNN ユニバーサルニュースネットワークでした。こんなに被害が。もっと早く何とかできればよかったんだけどな。本部も私たちもベストを尽くしたさ。ねえ